バールは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン。バールは、ボージュ山脈に含まれる、サントーディール山のふもとにある。オベルネの8キロメートル南にある、アンドロー川のシリューキルネック川が流れる。バールは100年を超えるアルザス最古のワイン祭りから、アルザスのブドウ栽培の首都と呼ばれ、そして毎年10月最初の週末に催される。 歴史ある収穫祭で知られている。バールで生産されるキルシュベールドバールは奥指定されている白ワインである。町の中心部から8分ほどでテル・アルザスの路線が停車するバール駅がある。オートルートの A35 が通る。最も古くに村についての記述がなされたのは788年以降でバーというのであった。鉄器時代や 青銅期時代の出土品があることから、歴史家はこの地には、戦死時代から定住がなされていたとしている。もともと村は神聖ローマ帝国の所有であり、町は1522年に、ハプスブルク家から、ニコラス・ジーグラーに割上された。3年後には、ジーグラーの完全私有地となった。その後ジーグラーの息子の代になって、村は、ストラスブール市へ売却された。そのために、 新京都のストラスブールとカトリック京都のロレーヌとで争いが起きると、バールはストラスブールの側に立たねばならなかった。1592年、城、コミューン庁舎、70軒の住宅が焼かれ、多くの人々が拷問を受けた。30年戦争において、バールは新生ローマ軍、スウェーデン軍、フランス軍に苦しめられたが、周りの村よりも規模は小さかった。 ストラスブール氏と類14世との対立が起きると、フランス軍に村は占領された。村の火災を起こした報復として、住民によって軍人が殺害されている。軍の通過に耐え、大惨事を経験したにもかかわらず、バールの再建は迅速だった。参照元、イヘスト、INSEE。ありがとうございます。